2017年度補正予算案が衆議院本会議で与党などの賛成多数で可決しました。明日から審議の場は参議院に移ります。賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。補正予算には九州北部の豪雨災害の復旧費用や北朝鮮の弾道ミサイルに対応する地上型の迎撃システムイージス・アショアの導入に向けた費用などが盛り込まれています。補正予算案は31日から参議院で審議が行われ、政府与党は来月1日に成立させたい考えです。